香港チャンネル。お疲れ様です。はい、お疲れです。東京と大阪のワクチンの大規模接種センターの、はい、予約システム、自衛隊がやるというところの、はい、予約システムの件で、はい、一部報道機関がですね、はい、架空のコードを入れて、はい、検証してみたみたいな記事。はいがあったんですけど、うん、まあやってほんまにやってどないすんねんっていう話やね、うん、であそういう風に入るでっていうのを教えねえんだ分かると、はいはい、ほんでいろんなあのなんか立憲のね女性の R 議員、はい、R 議員まあええかまあ、うん、まあ R 議員あの白いスーツ着てる、はいね、ツイートねしてましたけどカレーうどん食わしたいなほんまにツイートね、はい、これ読みます、はい防衛省はシステム上の不備を事前に把握していたが24日の接種スタートを優先し回収を見送っていたとあります、審議確認をしますがシステム不備改善より菅総理の指示を優先したのでしょうか。最優先で守るべきは国民の命、そのためのワクチンです。大臣は間違ってると。うん、批判しかできへん。そんなもん、うん、ほんまどっかのアホなジャーナリストと同じようなことやな。それほんで政治家もこんなもんね、防衛省のシステム上の不備ってこれ防衛省気づい知っててんやろ。知っててもう性善説に基づいてそんなん誰もやるやつおれへんやろと。そうそうそう、それよりも スピードスピード、はい、スピードを取ってんやろ、はい、ほんだこの方がツイートでね書いてんのね、ほらシステム不備改善より菅総理の指示を優先したのでしょうかって、うんはい、最優先で守るべきは国民の命、そのためのワクチンですって、うん、もう答え書いてるやんこの人。そうですよね、うん、じゃあから菅総理の指示がね最優先で守るべき国民の命なんですよ。そうですね、うん、バカでしょこれもうびっくりこいて、はい、これ文書書いてて何を言うてはんのかなとか思って。そうですね、いやいや、不備はもう改善なするよりか先、はい、それでできる。ほんでね、はい、これね書いてましたけども、その接種する人が行くでしょ、はい、ほんだら確認するんですね、まあ、そうですね、はいはい、でそれでちゃうかったら打てないから、はい、まあそこはもう打てないんですから、うんうん、ただそういうふうに不正、予約するっていうのが混乱を招くからやめてくれって、うんはいはい、これ至極真っ当なことを言ってんのに、そうですね、はい、それに対して立憲のね福耳の人、はい、代表代表、はい、またわけのわからんこと言ってたよ。言ってましたね、何言ってた。システムを教えてくれた、教えてくれてありがとうっていうのが政府の仕事じゃないのかみたいな、はい、ほんで、その報道機関を、はい、に圧かけるとか、はい、文句言うのは筋違いって、はい、いやいや あんたやで、ねあんた、あれ、あの人弁護士やろ、そういうこと分からへんのかな、うん、ほんだらなんぼでも、うん、ほんだらみんなあれやで、不正予約とか不正に、はいはい、ある意味不正することを容認してるやん。そうですね、うん、じゃあ横入りでもええねやろ、はいはい、なんでも、うん、そうやろ、はい、うん、何を言うてんのかなと思って、ね、もう支離滅裂やねん、このお二方ねえ、うん、本当にまあ、そんなんで皆さんも分かると思うんですけども、うん、もうこういう方々にじゃあ菅総理はそういう不備よりか早く接種をして国民の命を守るためにそっち取ってんや、はいはい、うん、何をガタ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 言うてんのかなと思うわ、うん、でもそんなんねいたずらする人やんか多分おれへんと思うんですよね。悪質やで、はい、これ、うん、それあれやろ、そのこの報道機関って物書きの人やろ、はい、そうですね、記事を書く人、ね、新聞社とね、うんはい、雑誌社と、うん、そうやろ、だ、はい、からこれはやっぱりしっかり、言わなあかんのじゃん。ほんで、うん、そのコメントなんか出ててんやろ、その新聞社から。あ、また反論みたいなね。そうそうそう、はい、ね、公益性に基づいてとか、うん、なんかそういうことを、うんはい、公益性ではないやん、うんうん、それでそれをやることによって、そういうことを知らしめることによって混乱招いて、うん、接種が遅れたらどうすんねん、ね、うん、本当に、うん、まあ、だからこういう不備があろうがなかろうが性善説に国民を信じてやったわけや、うん、まあ、うん、それよりか早く、うん、打ってもらおうっていう、ね、で最後のね、セキュリティは個人、はい、本人が本人確認できんねんから、はいはいはい、
ていうとこでしょ、うんうん、何ら問題あれへん、うん、はい、まあ、そういうことで、はい、そんなの改善してたらまた遅れて、いや、そうですね、何してんの、国民の命の先やねんか、そんなもんはもう先やれやって言いますよね、言いたかったんやろ、ね、ほんまに、はいはい、支持率が、昔の消費税ぐらいでしょそうですね、8% の前ぐらいの 5% とかそうでしょ、まあ、頑張ってください。ほんでなんか、なんか言ったら総理になる覚悟ができたとかなんか本も出しましたよね、代表ね、私が総理になったらみたいな、そうそ う, そう、夢は自由ですから、はい、この国はね自由やから、俺ツイッターしたの、ツイートしたと思う、ね、それに対して、はい、立憲の代表がね、選挙前に発売される政権構想本、ビジョンですか、はい、支え合う日本で総理になる準備が整い覚悟ができたっていうのに対して、頑張る自由、選ぶ自由、いい国日本、ゆるい国日本っていうこと、はい、まあ、頑張っていただいてええし、で選ぶのは私は自由ですからね、そういうことで、覚悟ができたって、ほんなら今までできてなかったのかっていう話やそういうことを言うことやろと、まあまあそうですね、この方々は、はいはいはい、そうやろ、おい、え、覚悟できたって今までできてなかったんですかって、そうや、確かに、まあ、そんなんでさ、もう何もでも上げ足はね、上げ足は取れますんで、はい、まあ、そういうことで、まあ、そういうことじゃなくて対案一つになってね、この国を新型コロナウイルスから守っていただきたいと思う所存でございます、チャンネル登録よろしくお願いします。